今日は10月30日、はい、日曜日でございます。場所は定時スランチ、おはようございます。まるでレースのように人が集まっております。大盛況ですね。ビオスクールの効果なのか、なんだっけ、そろそろレースもあるしね、ビギンとかあれの練習のせいなのか、みんなバイクに乗りたくてしょうがないみたいですね。天気は絶好の天気、晴れ。なんかバイク品評会が始まっております。すごいね。なんかすでに、今かと待ちわびて皆さんお待ちしております。バイクと人のね、ずらずらっと大変じゃないですか。これは大盛況じゃないですか。なんすかこれ。すげえ、なんか大人数だ。てか今日なんかすげえ多いですね。なんかイベントでもあるかと思った。ねえ、もったいないもったいないもったいない、お化けだと。さあさあさあ行きましょう。やっぱりそういう思った通りのことができたっていうのが楽しいのは、やっぱりこのバイクのいいとこなんですね。このグループに混ざる初心者がかわいそうなんですけど。いや全然平気。ごめん。そこの U ターンが怖いね。綺麗なわ。やっぱ長いこと乗ってる人が綺麗なわ。ねえ、乗り方もすごい綺麗だし、かっこいい。乗る姿がかっこいい。すげえ。やっぱ頭動くっすね。全然言うこと聞いてないよ。もて膝使ってもいいですよ。あー、いいねいいねいいね。あー、いいねいいね。あで、バイバイバイ、オッケーオッケー、バイバイ、イエーイ。あ、誰かソールがはげてる。みんなの目標なこれ。今日なんかいっぱい見るものがあるけですね。めっちゃ楽そうに上がるな。おお、かっこええ、かっこええ。お部屋に遊んでやってください。はい、女性の方とか空気抜いた方で帰る方は僕に声かけてくださいね。空気入れますんで。はい、じゃあこれで解散しますので、また多分来年かな。おそらく今年はもうこれで寒くなるのでおしまいじゃないかなと思います。ただ僕自身は来て遊んでますんで、今の方はまた言ってください。はい、ではお疲れ様でした。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。